消費増税に合わせたキャッシュレス決済への国のポイント還元事業をめぐっては対象となる店舗で還元率が5%のはずが2%となったりスマートフォンの地図アプリで店の場所が誤って表示されるなどの不具合が報告されていましたこれについて経済産業省は決済事業者の入力ミスが原因だとしておよそ2万件のうち9割について修正が完了したと発表しました。 また、1つの店が複数表示される不具合については11月中に解消するとしています。